やはりウルトラマンは。副隊長、やめてください。撃ったらダメです。傷一つないぞ。地中に潜ったようだ。何あれ。ナギ、報告。私と顧問隊員はイラストレーターの感知した通り、確かにウルトラマンと思われる振動波をキャッチしました。その振動波を追跡、山中で発見したのは正体不明の飛行物体でした。飛行物体。はい、石室のような物体は強烈な振動波を発し、そのため一時的に体の自由が効きませんでした。石堀しおり、君たちのチェスターガンマが遭遇したという飛行物体と。おそらく同じ物体です。やはりすごい振動波でした。その上、物体が通過した瞬間、チェスターの電気系統が一瞬ダウンして、
危うく失速するとこでした。続けて。危険を感じたため物体に対しディバイトランチャーを使用しましたが、破壊は不可能でした。顧問隊員は不用意に物体に接近したため、物体のエネルギーに弾き飛ばされたんです。その物体の他にウルトラマンと思われる生命体の痕跡は？ありません。生命体の痕跡は一切。わかった。全員報告書を提出するように。解散。はっ。ナギ。はい。君は優秀なティルトの隊員であり、私の右腕だ。期待を裏切らないでもらいたい。間違っても前任者の時のようにな。私はあの男とは違います。私はあの男とは違う。やっぱり彼がウルトラマンだったんですね。彼も重い過去を背負ってます。え？あの物体に触れた時、なんていうかうまく説明できないんですけど、彼の感情が僕の中に流れ込んできたんです。耐え難い後悔の念と絶望的な孤独、そんなものが一気に。何があったのか分かりませんが、彼も重い過去を背負っている、そんな気がするんです。ビーストに同情しろとでも？ビースト？命令があれば巨人を攻撃する。命令がなくても私は躊躇なく奴を撃つ。彼がビースト？これだ。撮影者、姫谷純。目黒さん。おお、遅かったな。勝手にやってるぜ。情報屋をやめて泥棒にくら替えですか？まあそう怒るなよ。こうでもしないとお前は俺を避けてるからな。うん、飲むか。姫屋さんね。姫屋、姫屋。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。姫屋純という名前はありませんね。この写真を撮ったカメラマンなんです。もう一度よく調べてもらえますか？失礼ですが。はい。姫谷をご存知なんですか？カメラマンとしては一流です。
私も随分引き止めたんですけど。彼はなぜ新聞社を？この写真です。姫谷君の撮ったこの写真が彼を苦しめたんです。いい写真だ。あんたの写真には力があったよ。真実に迫る力がな。姫や、お前はその才能を捨て去ってまで何を追ってる？俺たちの見えないところで何か巨大な力が動いてる。不気味な死の匂いさえ感じさせる力だ。俺はその正体を突き止めようと独自に調査を続けてきた。だがその現場にはいつもお前がいた。新聞社を辞めたはずのお前がな。偶然です。何が偶然だ。今日お前を尾行してて俺はまた情報操作の壁にぶつかったんだ。これを見ろ。素性は明らかじゃないが、この女が情報操作に絡んでいたのは間違いない。俺たちの見えないところで何が起きてるんだ。お前は何を追ってるんだ。答えろ姫よ。話すことは何もない。姫よ。新人の頃の姫谷君、一言で言うなら熱血青年って感じかな。正義感が強く野心も人一倍で、社会にはびこる不正をカメラで次々に暴いていった。でも欲望のおずましさに人間不信に陥ってしまった彼は、さらに自分を追い込むように日本を離れ、ある紛争地域に飛び込んでいったの。それで戦場へ。ええ、戦争という生と死だけの世界。彼は死を覚悟でその中に飛び込んでいってしまったの。戦場の彼の心を癒してくれたのが少女の笑顔だったの。戦争で家族を亡くした少女は姫谷君を兄のように慕ったそうよ。ベラ強いな。姫谷君は自分を責め続けたんです。皮肉にもこの一連の写真が世界で称賛を浴びて海外の有名な賞にノミネートされたことが彼を一層苦しめたの。それで彼は新聞社を一切を捨てて私たちの前からも。元気そうでした彼。え？眠れないって言ってたから、眠っても少女の夢ですぐ目を覚ましてしまうって。おまけにその夢が勝手に成長し始めたとか。夢が成長？ええ、
密林の中をただただ歩くだけ。そして弓を見るたび歩く距離が少しずつ伸びて、そして何度目かの夢の時、遺跡ですか？ええ、見たこともない奇妙な遺跡だそうです。君は誰なんだ？君が俺を呼んだのか？
俺は夢を見ているのか、それとも現実なのか。僕はウルトラマン、いや、姫やジュンという男の孤独と悲しみを少しだけ垣間見た。でも彼の見た夢の意味に気づくのはまだ先のことだ。この男が2番目。こちらナイトレーダー、作戦ポイントに到着。ターゲットは地中に潜っていると思われます。奴は地面の下から獲物を襲う。誰だ？女の子がいました。子犬を抱いていました。巻き添えにする危険が。あなたは黙って私の命令に従えばいい。嫌です。僕は罪もない少女を見殺しにはできない。